筋トレとかしてますか？してません。25歳自衛官です。先日当令かっこ敬礼を返すことをしない上司に敬礼をしませんでした。そしたらお前なんで敬礼しねえんだと指導されました。自分は敬礼するのが当たり前なら当令するのも当たり前ですよねと、いつも敬礼しても当令されないから敬礼したかっただけですよと言い返しました。こいつバカすぎませんか？自衛隊はこういう自分がいつも正しいと勘違いしているアホが多くて困ります。リョクさんどう思われますか？そう勘違いしているアホが多い職場で働いている以上はそのルールを守った方がいいと思いますよ。なぜなら正しいことを実現する場所じゃないんですよ、自衛隊は。なぜじゃあ自衛隊はじゃあ例えば一佐と二佐がいて、一佐の方がいないんだよね。一佐が言ったことが絶対でそれに必ず従わなければいけないか。地位が高い人にはどんな時でも従わなければいけない。それがどんなアホな命令だとも従わなければいけないっていうのって、その戦争になった時に上官が言ってることが正しいかどうかという判断をして話し合いをして、じゃあその違うと思うんですよって議論をする時間が無駄なんですよ。なのでもう上官が言ったことは有無を言わさず従うっていう組織の方が実は結果として成果を上げる可能性があるっていうのがあるので、なので官位は超重要で、官位が上の人が言ったことは絶対的に従うべきであるっていう方が実はその軍隊の組織としては強いんですよ。なのでそのいくらバカだったとしても官位が上の人が言うことには間違ってると思ったとしても従うべきっていうのが軍隊としては正しいんですよ。人間としてどうとかっていう話じゃないので、この正しいことを実現したいというのであれば自衛隊は向いてないと思います。もしくはめちゃくちゃ偉くなるってね。